きのこの副菜きのこかばちシリーズ、レンジで簡単居酒屋おつまみ風のえのきたけとキャベツの塩昆布あえです。それではレッツクッキング、今日の食材はこちら。まずはえのきたけ一袋は根元を切り、長さを半分にしバラバラにほぐしていきます。キャベツ 100g は太めの千切りにしていきましょう。細すぎると食感が残りにくいため、太めに切って存在感を出すのがおすすめですよ。次に耐熱ボウルにえのきたけとキャベツを入れます。塩小さじ1/4を振って軽く和えたら、ふんわりとラップをかけ電子レンジで3分加熱し粗熱を取ります。ここで今日のポイント、きのことキャベツの加熱はレンジでお手軽に。キャベツは生でも食べられますが、レンジ加熱することで程よいしんなり感とシャキシャキ食感を楽しめて味の染み込みも良くなりますよ。続いて加熱で出た水分を取り除いていきます。味がぼやけないようなるべく水分を切りましょう。そこに塩昆布 7g、 ごま油小さじ1を加えて和え、器に盛り付け、白ごまを適量振ったら、きのこ小鉢のおなーりー、えのきたけとキャベツの塩昆布あえの完成です。火を使わずにさっと作れるので、あと一品欲しい時に大活躍。冷蔵庫でしばらく冷やしておくと味がよくなじみ、えのきの旨味やつるんと食感もより感じられてとっても美味しいですよ。皆さんぜひ作ってみてください。本日のきのこ図鑑、長野県中野市はえのきたけの生産量日本一のきのこ王国。産地がお届けする中野きのこ新聞にはレシピや産地情報が満載です。ぜひチェックしてみてください。今週も見てくださってありがとうございました。皆さんからのレシピの感想や作ってみたレポートなどコメントもお待ちしております。それではハブアマッシュデイ、ご視聴ありがとうございました。きのこチャンネルならではのレシピをお届けします。チャンネル登録、グッドボタンお願いします。もくもくおいしい